ちょっと待って。右端なのか左端なのか。はい、ここでした。何ですかこれは。こんにちは。はい、NGT48 のあゆ太郎こと中村あゆかです。こんにちは。いやあ、コメントがどうにかなった？もしかしてまた。なんかね、目の中にゴミが入ってて、定期。ほんとね、目大きいと、まあ自分のこと目大きいってもこの際言っちゃいますけど、目大きいと、目にゴミがめっちゃ入るんですよね。ほんとマジで入るの。いや目がちっ、分からんけど、もうでっかいんだかなんだか知らんけど、でっかいからなのか何なのかは分からないですけど、私めちゃめちゃ目の中にゴミ入るんですよね。なんかなんだろう、犬の毛とかめっちゃ入る。犬の毛とか砂ぼこりとかめっちゃ入るんですよ。っていうね、まあなんかどうでもいい話なんですけど、すいません、体調を心配してもらったりしていて、そうですね、昨日、まあ、割と体調を崩してて、で昨日木曜日ってこともあって、ラーメン部の放送があったんですよね。ショールームを終えてからオープンレックまでご飯食べて、こうでラーメン部の放送が、まあ、1時半くらいから1時半過ぎかからあって、そこまではリアタイしたいと思ってたから、そうなると、配信がきびいぞってことになって、ちょっとリアタイでさ、自分の番組、まあ私は出てないですけど今週をしっかり見るというのも仕事の一つだなと、まあ配信も仕事の一つといえばそうなんですけど、なんかラーメン部の方をリアタイで見たいというとこから、ちょっと昨日はオープンレッグをお休みさせていただきまして、そう、どっちも大事なんだけど昨日はちょっと厳しかったですね。すみません、本当に本当季節の変わり目はマジで体調崩しやすかったりとか、なんか疲れがさうまく取れなかったりとか、私はでもそれに加えて暴飲暴食があったせいで体調を崩してしまったんだけど、あ、待って、くしゃみ出そう。なんで今太ももをペチッと叩いたかはわからないんですけどくしゃみ出るわと思った時に太ももはたいちゃったシュンこんにちは。太もも露出したのバレた？確かに今日さ、ちょっとドア閉めるついで、シワ目立つ服、これシワ目立つ、これズボン変か、なんかさ、これ去年なんだけど引っ張り出したらなんかまあまあなシワでさ、これシワついてるものですって思えばセーフ、アウト。なんかでもね、シワが本当になんかそういうなんか
ほらこういう生地なんだよね。なんかでなんかこうここがなんかほらこうなってるんだよ袖が。わかる？でもそういう服じゃなかったとしてもそういう服じゃないのってそういう格好かと思ってたっていうコメントが多いってことはいいってこと。なんかでもさ、おズボン変か？痛い。ショートパンツの方がいいのかな？どっちがいいか分かんないしさ、なんかさ、なんかめっちゃブカブカなのねこのズボン。なんか去年は、去年と体重変わってないんだけどさ、ちょ見て。私ファンに何見せてんだって話なんですけど、なんかさめっちゃブカブカでさ、わかる？なんかさ寄せてないんだよね。通販番組だよなこれ。なんかねブカブカでね折れちゃうんだよねここで。私これ冬に結構履きたかったんだけど、冬とか春とかでどっかやってて、なんかねいつの間にかなんかあの見つかってたんだけど、だから全然着てないズボンで、ほんとさゴム伸びたとかさ伸びるわけないじゃんこのスタイルで。言うね、先に言ったのはどっちだっていう話なんですよ。本当に。しかもこれゴムじゃないし、そもそもゴムじゃない。先にね、みんなが言わせたんだよ今のは。本当に。言わせられたな。でも本当にブカブカ、だからちょうどいいの買ったはずなんだけどな。ちょっとこの服やめるわ。なんかズボンが合ってない感じするんだよ。でも変かな。あ、でも変じゃないな。これにブーツでいいよね。ね。どう？例えばのコーディネートを話してるけど。でこれもシワクチャ加工に見えるよね。 OK。 なんか服ねえわって思ってたんだけど、意外と去年のがあって、なんか普通にラッキーだなーの気持ちで。過ごしてるんだけど、だから今年まだそのファンの方からもらった服とか以外だと何にも服買ってなくて、今年の秋服をまだ何にも買ってないんだよ。なんかでもなんか意外とあって、あ、そうです、なんか今日なかなか起きれなくてっていうか、
配信するぞって思ってもなんかすごい体が起きなくて、なんか気だるいってなんかすごい悪い意味になっちゃうな。なんか体が重たくてシャキッとできなかったのでエメマンさんの力をお借りしました。イエイ。あー台風のせいなんだこれ。おっぷね。そうなの？え待って、総踊り、あそうそう宣伝しなさいって言われたんだったってことはあまり言わない方がいいですけれども、皆さんあのねバナーがあるでしょバナーがあるでしょ、総踊りのねチケット、あうん、じゃ宣伝しなさいよって言われたというか、その左上とかな、どこだろうな、配信チケットがね販売されてるんですよね、オンラインの。そう地域ないんだけど、うん、そうお知らせが大事。なんか今なんでこの話をしようかと思ったって言ったら、気圧で天気台風、え総踊りの天気大丈夫かなあって思い出したんですけどそうオンラインチケットがね、あ買うね、購入しました、わありがとうございます、すいません。あゆが宣伝しなかったら買ってないよ。今したしてるね。ひなたも体調良くない、うん、アブペロ満身創痍だそう踊りに NST 祭り、 NST 祭りがあるんですかえあそうだ、そうなの、えそうなんですか、誰が、誰かが出んの、え、あそうなの、ええそうなんだ、え知らなかった、えいつ、え連絡来てた私、え、いや待って待って、スケジュールに入って、え待って、いつ、えいつですか、ええいつ、9月だよね、 NST 祭りって言っても9月25、26とかだもんね、え今週末、いや私のとこにも来てないですね、26、え毎度おなじみオタ知ってるのにメンバーは知らない、今それが起きてますね、確認しようと思ったが iPad は充電がありません、やばい、これログインできねえや、うん、2期生から選抜、みんなの、みんなも分かってないじゃん
そう、みんなも分かってないじゃん、私のことさ、いっぱいいっぱい責めるけどさ、みんなだって分かってないじゃん。なんなんだよ、なんなんだよ。私だって分かんないよ、うん、私じゃなくてスタッフさんを怒ってください。だって私には、私のなんか案件のとこには何にもなんか NST 祭りがに NGT が出ますとかなんかしますみたいなのは流れてきてません。だからスタッフに切れてきて。しかもおしゃべり会じゃない私26日って。てかまあ、あゆ太郎のおしゃべり会じゃないのっていう、みんな逆に私がじゃあおしゃべり会出なくて NST 祭り出ていいってことね。もうみんな開始されても無人だよ。私こうやって踊ってて、みんなそこで無人で私の白壁と真っ白な壁とおしゃべり会でいいってことね。みんないいんだ、うん、私出てるからね、そうなったら。ってことだよ、みんなも把握してないのに。せめて踊ってるとこ。悲しいでしょ。うん、だってさ、ナイがさブーブー言ったらさ、怒らないでって、怒ってないじゃんってコメントがさ、ポンポコポンポコ同じことが来たらさ、怒ってるようにさ見えるでしょうが、みんながね。なのにみんなは誰も怒ってないじゃんって。でもさ、みんなはじゃあもう全部に顔文字つけなさいよ。こういうニコニコの絵文字をつけな、顔文字をつけなさいよ。文字がさ、びっくりマークがさ、なんもなんかなくてさ、怒ってんだか怒られてない、私はもうなんかみんなからもう圧をかけられてるの気持ちになるわけ。ドーンって NST 祭り出んのみたいな。これは盛りましたけど。顔文字つけなさいよ。怒ってんだか怒ってないんだか、ニコニコしてんだかニコニコしてないんだか、わからないでしょ。いいよ、うん、いい、そうしよう。そうしたら私も話してるこの表情が見えて、みんなも顔文字で表情が見えて、これで仲いいね。これでいいよ。仲良し。そう、もうみんなも仲良し。みんなも表情つけていかないと。そのさ、これだけだとちょっと煽りみたいになっちゃうから、これ仲直りね、これちょっと煽りみたいだから、それだけ気をつけて。ニコニコがたまに、まあ、たまにね、煽りに見えちゃう時ある、このニコニコは。うん、それ仲良しだね。
この顔文字ね、こう2個山2つみたいな、山2つショールーム絵文字対応したのいいよね。ニコはいいよ。楽しいね。ほらみんなもなんかどんな顔文字が可愛いかなとか、どんな顔文字がやっぱでも顔文字でなんか年齢層がわかるね。やっぱなんかおじたんはもう顔文字ってもうこれ使いがち。終わったのやつね。やったーみたいな。これこれ使いがちだね。おいおい。あーこれこれこれ、このはーってやつもおじたん味があるね。おじたんたちはキーボードアプリを基本的に入れてないと思うので、なんかキーボードアプリが入ってるのはなんか割と若者っていうか、まあ、若い年齢層の方が入ってるイメージが個人的にあるんですけど、ほらだから女の子たちはさ、こういうほらキーボードアプリを入れて、あの目探偵あのなんか特殊顔文字みたいな、もともと登録されてない顔文字とかが入ってたりするんだけど、キーボードアプリとはいろいろありますよね。うん。おじたんはまあ基本的にどんなアプリが入ってるかっていうと、まあショールームオープンで17ライブとかかな、ドラインライブとか。可愛い女の子を見よう。何入ってんだろうおじたんのアプリって。ショールーム見てくれてる人の心はもうオープンネック入ってるか分からんけど、あ17なんか名前変わったみたいになったね。なんかあ TikTok ね、はいはい。天気アプリ2種天気アプリ2種入ってます。2種盛りです。なんだろう、ヤフー天気と、なんだろう、あの天気雨雲レーダーみたいなやつ。インスタは SNS だから。西森すごいな。ウェザーニュース。チューナーアプリ、ラジオ。え、なにココアって。ココアって何、バ、なんかバニラみたいなやつ。え、なんだっけ、え、なんかココアってコロナのやつなんだ。あ、カカオ、え。あ、コロナのやつ。あ、そうなんだ。ほー、マクドのアプリ、マクドのアプリは絶対にいるね。あゆは TikTok 見ないんですか。もう最近は見てないね。なんか、うん、ハリセンボンのやつだけ知ってます。うん、TikTok 全然見てないね。うん、なんかなんかリカタンのだけ見ますけど、なんかリカタン Twitter でなんか流してるから。動画ね、TikTok は、はい。TikTok の話はあげなよの話につながるため、この辺で。うん。
えー、あ、ほんみんな顔文字なくなってるよ。おじたんはユニクロのアプリだって入ってるんだよ。GU は入ってないの？みんな顔文字入ってないよコメントに。ねえ、忘れてたでしょ。大丈夫？乗り換え案内、電車。ギャップも入ってる。ごめんごめん。大事だよ。テンション泣き、なんでテンション下がっちゃったの？どうしたの？あ、ごめん。ねえ。文字段ちゃんとしっかりしないと。数学の答えわかるアプリダメじゃね？数学の答えわかるアプリ入れちゃダメじゃね？数学は自分で考えなきゃいけないものじゃね？答えは自分で導かなきゃいけないとダメじゃね？あとは何のアプリ、私何のアプリ入ってるかな。うーん、ラーポン、ラーポン絶対いるよ。ラーポンと私何入ってるかな。私何のアプリ、私基本的にも LINE とオープンレックとショールームくらいしかね、開くものがないんですよね。あと俺もラーポンはラーメン食べるときに使うけど、あとはスケジュールアプリだね。私が使ってるスケジュールアプリはなんかクマみたいなやつ。クマみたいなののスケジュールアプリを使ってますね。あとまあ馬娘とかしかないな。あとはあと何のアプリ、あ、じゃ全然見ないの最近。 Amazon プライムとか入ってるは入ってるけどね。あ、ニコ生ニコ動ね。はいはい。画像加工アプリたくさん入ってそう。あー、 B612 とB612 で私いつも写真撮ってるんですけど、あとは B612 ぐらいですね。でも使ってるアプリ、あとはA12 なのか A12 なのか分かんないんだよね。多分 A12、 みんな A12 って言って B6 くらい。あ、クラシルね。クラシル開いてないんですけど、もう一生クラシル一生入ってないんですけど通知だけ来ます。今日何だったかな、なんかグラタンのみたいな。今日はなんかグラタンのなんか副菜一品みたいなやつとか、なんかとかだったかな。そう。ペットカメラ、ペットカメラ置いてんだ。ペットカメラ入ってないんだよね、うち。で、まあ一番最初の話に戻りますけど、ぜひ総踊りねチェックしてもらえたらと思います。オンライン勢というか県外の方とかなってくるんですけど、ひなたがカメラ欲しがってた。あ、なんか見に行ったわ一緒に、電気屋さんで一瞬。はいはい、よろしくお願いします。
なんか参加してくれるファンの方もすごいこうやる気を満ち満ちでいてくれてすごい嬉しいなと思ってるんですけど、なんか参加してくれる方と、まあ、見てくれてる方のをしっかりと楽しんでもらえたらなって気持ちと、あとは私のなんだ、私もしっかりとメンバーみんなと楽しんでいきたいなと思っておりますね。はいはい。そう、ファンのみんなもすごいオーサムのダンスをね練習してくれてて嬉しい気持ちなんですけど、ぜひこれを機にね、参加しないよって方もあのみんなこれを覚えてもらって、オーサムにもだいたいこれと、もうなんかだいたい上にパーって上げてるか下にパーって上げてるかでいいんですけど、それで上と下に上げてればオーサム踊れるんで、ぜひ画面越しで踊るね、いいね。あ、そう、ほら顔文字で今度オーサムカラオケで配信するとき、みんなその顔文字だね。それにしよう。なんかやっぱさ、これ気になるな、もしゃもしゃ。みんなでライドオーサミヌテオーサミヌテチャ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 タタタタタタ。おいいじゃんいいじゃん、練習する、今練習しようぜ。このオーサムの盛り上がり、今絶対コメント欄この顔文字で盛り上がると思うんですけど、マジで偉い人見てくれないかな。と思うな、ユニバの方とか。よいしょ。オーサム、オーサム。まあどっちかみんな上か、まあ、上で上合わせでいいかな。終わったーでいきます。ローランリレリローラローランリレリローラローランリレリローラ。あ、まだね、サビね、サビ。久しぶりだよね、お元気ですか？ようやく会えて、ほんとよかった。やっぱ人間、直接顔見て見つめ合って、say hello。あれから何してこうしてました、そんなことどうだっていいよね。ビートに乗って踊ろうぜ、踊るしかないし、やっと近くに来てます。多分だって今日だけは全て忘れて、もっと激しくステップ踏んで完全燃焼。乾くよ、とっておきの笑顔見せて、生きてりゃいろいろとあるもんだけど、どうにかこうにか分かる。頭からして揺らよって、体が勝手に狂わせてくれ。つまりずっと夢見てた、今日が来ること。
ってるか愛の力は何があっても永遠だよ Hey guys, awesome 希望よ Oh we awesome 希望よ信じ合ってるか誰よりも今日の空を忘れるなまた会おうローラリレリローラローラリレリローラ Yeah これから先も何があるかいつ先の未来は闇だ心配ばっかりしたって何にならないんだろうだから今は踊れ踊れ無我夢中で Endless 楽しくやろうぜ Awesome みんなで Awesome ライド Awesome みんなで愛し合ってるか見せつけてやろうじゃん本当の自分さらけ出せ Baby Awesome みんなでライド盛り上がってるかやばいくらいあいつもこいつもハッピーでルール無用ウォー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 めっちゃパーだったみんなみんなパーだったねじゃあ次ラーメンだ次ラーメン絵文字ねよいしょ勝手に総踊りいいねじゃあ次総踊りにもしもラーメンワンダーランドが出たら次ラーメンの絵文字うんそれそうパソコンの人ってラーメンの絵文字打てるんあいいじゃんいいじゃんナルトでもいいよあ出る打てる？じゃあ行こうあ、フーフーはでも言ってくれたら嬉しいけどのみ干してしまったけ細麺細麺ちょっとちつれ麺もう一度食べたい青春のラーメンはなら はい、ふっふーいいよみんな疲れてない大丈夫ここはラーメンワンダーランドだから今も頑張ろうはいきっとあそこが
嘘もいいけど、だけど結局所有を選んでしまう。ブギブギブギ故郷を抜けがった生きてる辛いこともあるさ。チャーシューチャーシューネタになると、海苔を一枚乗せるだけラーメンはなら。飲み干してしまったけ、細麺細麺ちょっとちっせえ麺、もう一度食べたい青春のラーメンはなら。疲れたみんな、ナイスラーメン、ごちそうさまでした。皆さんが、今飛ばしてくれたラーメンたちはあゆ太郎が美味しくいただきました。ありがとうございます。美味しかったです。はい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 、食べ過ぎだな。ちょっと食欲の秋ですから、良いとしてね。何杯食べたんだろう、分からんな。いっぱい食べたね。なんか消化にいい歌ないか。消化にいい歌とかないか。なんか消化にいい歌とかないか。ないな。ないよね。と、とくちゃんの歌って何？こんにちは。野菜。ないな。僕が欲しいものとはたった一つ願うもの、絶対人混みに飲み込まれ、なんかないな。どこかで見失っても絶対バンドワゴンに何は振り回されない。最近ね、ラストアイドルさんをね、たまにっていうかちょこちょこ流します。本当はいいよね。見てたんですよね、昔ラストアイドルさんの番組見てた？みんな。バンドワゴン知らん？知ってる？あ、そうなの？みんな見てなかったんだ。あ、そうなの？なんかみんな見てると思った。
団体行動、なんかするよりも前の NGT 以外いい子だね、いい子だね。とっとこハム太郎歌がさ、なんかショールーム配信したことがある人ならわかるんですけど、だからこれショールームの人気ランキングみたいなやつにね、ずっとなんかだいたい1位から5位の中にハム太郎とっとこ歌がね毎回ランクインしてるんですよ。私マジでとっとこハム太郎歌歌いたいなと思ってるんだけど、やっぱその48ルールみたいなのがあって、あのあのね入れないから歌えないからいつももどかしい気持ちになるんですけど、なんかだいたいなんか1位はなんかうっせーわとかが入ったりとか、なんかそのなんか流行りのなんかドライフラワーとかそういうのが入ってるんですけど、毎回1位から5位にだいたいとっとこハム太郎だがね毎回いてくれるんですよね。なんかそう根強いハム太郎人気がねあってなんだろう、盛り上がるのかな、やっぱりショールーム内でも48、いやでもバンドウォンが歌えるんじゃないのかな、その秋元先生の作詞曲は歌ってよかった気がするんだよね。じゃあその演歌の歌とかもいいのかって言ったらちょっと分かんないんだけどじゃあ全部いいんだと思ってそう川の流れのようにがいいかって言ったらちょっと分かんないんだけどあ、イコラブさんも歌っていいの？え、そうなの？シュキピー？え、歌っていいの？え、いいんだっけ？え、エムステ出るよね、今日。イコラブさん行っていいの？歌ってみたらわかるんじゃない？やめてよ。私はさ、リカちゃん歌ってた？え、じゃあいいんだ。じゃあいいんだね。え、手遅れコーション歌いたい。ゼロさんの海行き、あなたを追って出雲崎、悲しみの日本海まるで海行き、でんでんでんでいいってこと？いいの？じゃあ分からんよ、それは。新潟だから海行き。新潟だもんね、海行きのねそう、出雲崎だから、あなたを追って出雲崎だからね。え、じゃあ手遅れコーション歌おう。この曲大好き。あとずるいよ、ずるいね。
書いた。ちゃんと歌いたかった。正直だからなんかギコ伝とかは全然ラーメンワンダーランドは間違えてもあやっべーって済むんだけど、今のはもうその自分のとこじゃないからめっちゃ焦って間違えてめっちゃ膝の裏汗かいただっても大丈夫だったね、だっても大丈夫だったんだけど汗すごいです今。シュキピこそわからん、シュキピこそっていうかシュキピがわからんわ私、サビしかわかんない。ちょもう一回歌ったらいける絶対。あとシュキピ入ってないわ、あったわ。シュキピかわいいやつだよね。これ誰も見てないってことで誰も見てないって思ってます。行かない。なんで行っちゃったらもう帰ってこないかもしれないよね。あとちょっと一緒にいよう。私なりの可愛いおそう。
じゃないわ。膝の裏。アーシャやばいんだけど。ねえ、膝の裏の汗すごくなった。怒られるってば、もう怒られるって、本当に。どっかにちょっと密告、密告 NG ね。密告禁止だからね。わかった？密告 NG だからね。わかった？特にあの D メロでマジでやめてね。本当に本当に私今クソみたいな 歌い方してたけど、本当はめちゃくちゃ可愛いのはね、みんなわかってると思うんですけど、見てみてください。本当に可愛いです。あー怖かった。あちゅー、君がくしゃみした瞬間に。あちょ、これ一番だけ歌って終わるわ。これ可愛い曲、くしゃみの歌。真っ白のままでいられやしない。いつか汚れてしまう。これからの道、少しずつ誰も大人になるんだ。春色の日差し、暮れの制服、花並んでたバス停しなかった。こんな世界にも清らかなものがあるって。僕はした小さな奇跡。クシュン。あちゅー、君がくしゃみした瞬間に、まるで時が止まったように、可愛い好きでハッとしたよ。あちゅー、くしゃみの歌でした。くしゅん、あちゅ、あちゅがなんかくしゃみって意味なんだよね。というわけでね、なんでか知らないですけど、いつの間にカラオケになってた配信、いかがでしたでしょうか。あちゅー、最初はなんか顔文字合戦だったのに、いつの間にかなんかシャキピーとかちょ緊張してさ、膝の裏めっちゃ汗かいたわ。手遅れコーションはいつかリベンジさせてください。シャキピーも覚えときますね、ちゃんと。特にダーメロ楽しかったですか。王様もね、みんなでたくさんお渡してくれて嬉しかったです。楽しすぎた。もうマジで私もう顔赤いっていうか、もう熱いよ本当に。では最後にランキングを発表しておしまいにしたいと思います。13位ランドセルお兄ちゃん、12位トリトンさん、11位パンダの帝王さん、10位中村大樹水道橋博士さん、9位くすんだ猫さん、8位もえもんさん、7位ひでひでさん、6位えんたろうさん、5位ポポロさん、4位ハムちゃん、3位 JT さん、2位ペンペンさん、1位ハチさんでした。ありがとう。なんか今後のラジオ風配信とか、なんかカラオケ配信でなんかシュキピがみんなの中でバズりそうで怖いですけど、あゆ太郎にまたあの変なっていうか、いつものテンションじゃない感じの歌ってほしいみたいなテンションでシュキピがバズりそうで怖いんですけど、はい、
でもね、今日は私何の全然ママシモ飲んでもないんですけど、イコラブさん普通に可愛くて、なんかパフォーマンス力も歌もめっちゃ上手で、あの動画めっちゃ見るんですけど、今日は M ステにもね出演されるということで、みんなで見ましょう。というわけで、あ、私は総踊りの回し者なんですけど、回し者とか出演者なんですけど、あのね、総踊りのね、オンラインチケットが今バナーで表示されてるので、これは回し者っていうか、もう演者っていうか、もう宣伝者というか、ゴリゴリのあの総踊りに関してはゴリゴリの宣伝をさせていただきたいんですけど、はい、ぜひあのオンラインチケットをね、チェックしてもらえたらなと思います。バナーから飛べるので、はい、では見てくれた皆さんありがとうございました。今日のカラオケの部分は、あの本当密告で、密告禁止で、あの本当みんなの中に、なんかあの本当ツイッターに転載とかマジでやめてください、しんどいんで。はい、見てくれてありがとうございました。バイバーイ。あ、10時頃にオープンネックするので、よかったら見に来てください。バイバーイ。あの、なんか、え、あゆ太郎今日式部歌ったのとか言っても、なんかあの送っちゃダメだからね、ほんとそれぐらいダメ。バイバーイ。絶対送んなよ。わかった、絶対送んなよ、絶対送んなよ、絶対だからな。